日本のお好み焼きにハマったというアメリカ人女性によるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回はお好み焼き対決、大阪風 VS 広島風。私が選んだのは、日本でお好み焼きにハマってしまったアメリカ人女性が大阪風と広島風のお好み焼きを食べ比べた結果の話題です。海外、こりゃたまらん。好みの材料を使って鉄板で焼く食べ物、お好み焼き。お好み焼きが日本全国に広まったのは高度経済成長期の頃で、当時は小麦粉とキャベツを使ったものが主流だったそうです。現在では様々な食材を使ったお好み焼きが存在するので、食べ比べも楽しそうですね。さて、今回ご紹介するのは、日本のお好み焼きにハマったというアメリカ人女性によるエピソードです。彼女は大阪風と広島風を食べ比べたようですが、一体どちらが好みだったのでしょうか？早速ご紹介していきます。私の友人は今までに何度も日本に行ったことがある。帰ってくるたびに日本のいいところを教えてくれたわ。信じられないくらい治安がいいことや街が綺麗なこと。いつも言うのはどの公衆トイレを利用しても快適だったこと。秋には色鮮やかな木々を眺められること。冬の露天温泉が素晴らしいこと。行くたびに日本の美味しいものを食べてきたと写真を見せてくれる。アメリカにも日本料理レストランがあるけれど、本場はやはり全然違うそうだ。そんな話を聞かされていたから、私も日本に興味を持つようになったの。気になるのはやっぱり食べ物ね。写真を見ればなんとなくどんな料理なのかわかる。だけど味は食べてみないとわからない。そこで私と彼女で休暇時期を合わせ、一緒に日本に行くことになった。何度も日本に行っている彼女と行くなら安心。まずは東京へ。そこから大阪、京都と移動する予定だったの。東京の街は思ったより人が多かった。電車もかなり混雑していたわ。でも人を押しのけて電車に乗るような人はいないし、みんな並んで電車を待っていた。駅には英語で書かれたサインが多かったから分かりやすかった。日本語はさっぱりわからないけど、これなら迷わない。英語での案内がないところでも彼女がいれば問題なかった。彼女の案内でお寿司屋さんやラーメン屋に行ったわ。アメリカで食べたことのあるお寿司とは違った。日本のお寿司屋さんにはカリフォルニアロールがないのよ。賑やかな BGM もなく、静かで落ち着いた雰囲気の中、本場のお寿司を味わったわ。ラーメンも美味しかった。特に豚骨ラーメンが気に入ったわ。他にもすき焼きとか焼肉っていう料理があるし、日本に来れば好きなだけ美味しいものを食べられそう。確かにこれなら何度でも来たくなる。東京で過ごした後、予定通り大阪に移動した。新幹線に乗ったのよ。車内が静かでびっくりした。大声で騒ぐ人もいないし、車内は掃除が行き届いていて快適だったわ。日本の電車はどれに乗っても綺麗で嬉しい。大阪では大阪名物のたこ焼きに挑戦。タコを食べたことはなかったからちょっと不安だったけど、たこ焼きは外からタコが見えない。丸いボールみたいな感じで、中にカットしたタコが入っているの。柔らかくてトロッとしていてとても美味しかった。すると彼女は、大阪にはたこ焼き以外にもすごい食べ物があるのよ、というの。何かしら。あるお店の前で足を止めた彼女、ここはたこ焼きじゃなくてお好み焼きのお店よと教えてくれた。お好み焼き？焼きはグリルした料理だから生物じゃなさそうね。店内にはいい香りが漂っていた。ジューという何かを焼いている音も聞こえる。きっと焼きたてを食べるのね。魚？肉？彼女は慣れた様子でスタッフにオーダーした。テーブルには鉄板がある。これは、ここで焼いてくれるの？オーダーしてすぐにスタッフが何かを運んできた。調理前の具材に見えるけど、どういうことかしら。スタッフが何か言って友人がそれに答えた。どうやら調理していいか確認した様子。するとスタッフは運んできたボールの中身を鉄板に広げて焼き始めたの。友人の説明では自分で焼いても OK らしい。彼女はできるかもしれないけど、うまく焼ける自信がないわと笑っていた。スタッフが焼いている様子をずっと見ていた。大きなパンケーキみたい。
野菜入りのパンケーキ。何が入っているのか聞いてみると、キャベツと豚肉だそうだ。あと卵も。あ、ひっくり返した。上手ね。これは焼いてもらって正解よ。マヨネーズとソース、かつお節と青のりをかけて完成。出来たてを食べてみた。パク。わー、熱々で美味しい。パンケーキとは違う。日本には本当に美味しいものばかりあるのね。あー、幸せ。初めてのお好み焼きを味わっていると、彼女はこんなことを言い出した。日本人の知り合いに聞いたんだけどね、日本には2種類のお好み焼きがあるそうよ、と。2種類？これはどっちなの？食べ物の名前は同じお好み焼きよ。でもここは大阪でしょ？だからこれは大阪スタイルになると思うわ、と彼女。なるほど、大阪のお好み焼きだから大阪スタイルね。それでもう1種類は何？東京では食べなかったわよ。すると、もう一つのお好み焼きは広島スタイルって言うんだけど、まだ食べたことがないのよ、と教えてくれた。広島、なるほど。こうなったら広島スタイルってことは広島に行けばいいのね。私は彼女に広島に行ってみようよと提案した。大阪の次は京都に行く予定だったけど、そう聞いたら広島に行きたくなってしまった。彼女も広島スタイルのお好み焼きに興味があったみたいで了解してくれた。そうして翌日は広島に移動することに決めた。お好み焼き対決ね。大阪から京都までは30分くらいのはず。でも広島までは新幹線に乗って1時間以上かかるらしい。交通手段を調べているうちに、夜行バスや高速バスが便利らしいと分かった。時間はかかるけど新幹線よりずっと安い。夜行バスならバスの中で眠っていればいいわ。それに京都からでも広島行きの夜行バスがある。相談した結果、翌日は予定通り京都に行き、京都から広島に向かうことに決めた。広島に行ってお好み焼きを食べるのよ。そうして広島に到着。広島の街も美しかった。街の中を電車が走っている。とても素敵な街ね。彼女も広島は初めてだから、人気のあるお好み焼きのお店を事前にチェックしてくれた。そんな彼女が選んだのは、一箇所にお好み焼き屋さんが何店舗もあるところ。8階建てのビルの中に20店舗以上も入っているらしい。それ逆に選びにくいんじゃないかしら。すると英語で説明があったのはここだったからよと言われた。納得。ビルの2階から4階に8店舗ずつ入っているから、入りやすい2階へ行ってみた。フロアマップも英語で書いてある。これはわかりやすい。驚いた。本当に全部お好み焼きのお店ばっかり。広さはどこも似たような感じ。お店を見ながら歩いているとき、彼女に小声で教えられたことがある。お店では広島スタイルって言わないこと、って。え、広島スタイルのお好み焼きなのに？広島にあるのはお好み焼きであって、広島スタイルというのは NG だそうだ。なんでも大阪へのライバル心が強いからだとか。知らなかった。どのお店も入り口がない。通路にお店が並んでいて、すぐに座って食べられる仕組みのようだ。大きな日本風のランプがいくつも並んでいて素敵。テーブルを見ると大阪のお好み焼き屋さんのように鉄板がある。なるほど、ここでも自分で焼けるのね。比較的空いているお店を選び、早速オーダーすることに。彼女が選んだメニューは、広島スタイルの定番と言われる肉玉そば。豚肉、卵、そばで肉玉そば。そばはヌードルよと教えてくれた。え、お好み焼きにヌードル？気になる。ラーメンが入っているのかしら。このお店ではオーダーするとスタッフが目の前で焼き始めた。大阪と違って自分で焼くんじゃないんだわ。見ていると大阪スタイルとは違って複雑な焼き方をしていた。これは難しそう。だからスタッフが焼くのね。まず鉄板に生地を薄く伸ばしていく。その上に大量のキャベツ。すごい量。乗せすぎじゃないの？もやしと何かを乗せた。その上に豚肉。ひっくり返したらこぼれそうなくらい山盛りだわ。でもさすがね、うまくひっくり返したわ。その横に今度はヌードルを置いた。ヌードルを焼くの？味付けもしてる。その上にさっきのキャベツたっぷりの方を乗せた。形を整えて、完成？あら、卵は？あ、卵は卵だけで焼いてる。その上に完成間近のお好み焼きを乗せたわ。そしてまたひっくり返す。
なんだか最初より厚みが薄くなっている。その上にソースをたっぷり塗っていく。青のりとごまをかけて完成。すごいすごい、これはとても真似できない。ボリュームたっぷりだわ。断面を見ると野菜とヌードル、卵焼きが層になっていた。そしていよいよパク。美味しい。大阪スタイルとは違うけどこれも美味しいわ。彼女も横で美味しそうに食べている。思い切って広島まで来て大正解ね。でもどうして同じお好み焼きなのにこんなに違うのかしら。友人が調べたところ、お好み焼きは東京で生まれたお菓子が元になった食べ物らしい。やがて甘いお菓子から甘くない主食へと変わっていく。大阪では全てを混ぜて焼くスタイルが定着し、広島ではさらにボリュームアップさせるためにヌードルを組み合わせるスタイルが定着したとか。好きなものを入れて焼くからお好み焼き。実は大阪にもヌードルを入れて焼くお好み焼きがあって、それはモダン焼きというそうだ。呼び方がいろいろあるんだわ。彼女は私に、両方食べ比べてみてどうだった？どっちが好き？と聞いてきた。これは難しい質問ね。自分で作れそうなのは大阪スタイルね。作りやすさは大阪スタイルが上かしら。作り方が難しいけどボリュームたっぷりなのは広島スタイル。ヌードルも味わえるなんて面白いわ。お店の数も広島の方が多いみたい。どちらを選ぶですって？私が選んだのは、どっちも美味しいわ。決められない。もっと食べ比べたらわかるかもしれないけれど、今の段階ではどちらも美味しいとしか言えないわ。こうなったら何回も日本に来なければいけないわね。以上がエピソードの概要です。そんな日本のお好み焼き論争は SNS や YouTube などでもたびたび紹介されており、海外スレッドにも様々なコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。俺的には広島風の方がうまい。僕は大阪風が好きだな。広島風はちょっと複雑すぎると思うよ。広島風お好み焼きか大阪風お好み焼きか、これは日本の終わらない議論の一つなのよ。コカ・コーラかペプシコーラかみたいにね。なるほど、ヤンキースかレッドソックスか、または読売ジャイアンツか阪神タイガースかみたいな感じかな。僕は大阪風の方が好きだ。家でも簡単に作れるしね。確かにそれは大きなアドバンテージだな。広島風はレストランフード、大阪風は家庭で作れるソウルフードだよな。なぜ選ばなければならないんだ。僕はどっちも大好きだ。以上が海外の反応です。日本でもたびたび勃発する大阪 VS 広島のお好み焼き論争。外国人さんも悩ませる日本のお好み焼きの美味しさは本当にすごいですね。でもこんなに論争になるのはどっちも美味しすぎるからですよね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。